アフマド・マンスール・ザ・ハビーアフマド・マンスール・ザ・ハビーは、サード・朝モロッコのスルターンの一人。幼少期、不王の暗殺により亡命を余儀なくされ、17年間を、オスマン帝国の庇護のもとに暮らした。1578年に、スルターン・イオ、兄から継承してから1603年に亡くなるまで、その地位にあった。サード朝は、マグリブの一地方政権であったが、 アフマド・マンスール・ザハビーの政治、軍事的行動は16世紀のヨーロッパ及びアフリカに広く影響を及ぼした。イスムはアフマド・ブン・ムハマド・シャイフ。クンヤはアブル・アッパース。ニスバはザイダーニー・ハサニー・サーディなど。アダナのマンスールは勝利の人の意である。もう一つのアダナのザハビーは黄金の人の意である。ラテン文字文献において言及される。 最の綴りは、アマード・アブ・アル、アッパース・アル、マンスール、エル、マンスワエデ・ヘビー、アーメド・エル・マンスワなど。アフマド・マンスール・ザ・ハビーは、サード・アサモ・ロッコの初代スルターン、ムハンマド・シャイフの5番目の息子、聖母は、ラルダー・マス・ウーダである。1557年に、ムハンマド・シャイフが暗殺されると、引き続いて、権力闘争が発生したため、アフマドとアブドゥル・マリクの2人の兄弟は、 兄のアブドゥッターがアーリブビラーを避けなくてはならなくなった。兄弟はオスマン帝国領内に逃げ、イスタンブルとジェザイリガルプエアーレとの間を行ったり、来たりしながら17年間を過ごし、1576年になってようやくモロッコに戻った。しかし、この亡命で二人はオスマン朝の文化に触れ、オスマン朝流の教育を受けることができた。 アフマド・マンスールは、神学、法学、思作、文法学、古典語医学、注釈学、気化学、大数学、天文学を含む、イスラーム文化圏の宗教的、世俗的な諸学の幅広い教育を受けた。アフマドの兄、アブー・マルワーン・アブドゥル・マリク・ガーズインは、1578年に、アブドゥル・ラー・ガー・リブの息子・ムタワッキル及びその、 援軍であるアビスはサポルトガルのオーセバスティアンと戦い、カスラル・カビール近郊で戦死した。絵の人物、アブドゥル・ワーヒド・ブンマスウードは、スペインに対抗する同盟を組む交渉をするため、アフマド・マンスールの名代として1600年に、イングランドのエリザベス一世以上のもとに使わされた。ポルトガルオセバスティアンと、ムタワッキルと、アブドゥル・マリクの3人の王が戦死したマハザン側の、 戦いで生き残ったアフマド・ブン・ムハマド・シャイフは2位、アブデル・マリクからスルターン・イを継承したものと認められた。また、この戦いで勝利を収めた威信により、勝利者と呼ばれるようになった。アフマド・マンスールは、戦勝国の立場で、ポルトガル軍捕虜の身代金交渉に臨み、莫大な金を得た。これにより、彼はさらに、黄金の人とも呼ばれるようになった。 1578年から始まるアフマドマンスール、ザハビーの治世は、このように新心と富を最初から手にした工場圏の中で出発した。アフマドの最初の事業は、潤沢な資金を使った新宮殿の造営だった。マラケシュに建てられた新宮殿は、脅威の城を意味するカスライコールルイコールバディと名付けられた。バディ宮殿には、多くの文人が集まり、活発に、 文学、学術的交流を行った。そのような文人としては、アフマド・マッカリー・トリムサーリー、アブドゥル・アジーズ・フィッシュターリー、イブン・カーディ・ミク・ニスイー、マスフィウィーがいる。彼はまた、宮廷に、フランス人の医者を迎え入れた。アルヌ・ドリルは、1588年から1598年まで、スルターンの主治医を務めた。ドリルの後継として入った。 オルレアン生まれのエチエンヌ・ユベールは1600年まで主人を務めた。アフマド・マンスール・ザ・ハビーの外交政策の基調はスペイン及びポルトガルへの対抗であった。ある手紙にはアンダルスに攻め入って同地をキリスト教国スペインからムスリムの手に奪い返すと書いている。また、そのためにキリスト教国と手を結ぶことも厭わず、イギリスとフランスに友好的であった。 アフマドは1600年に復讐のアブドゥルワーヒド・ブンマスウードをイングランドのエリザベス一世女王の宮廷に派遣し、スペインへの対抗を目的とする同盟交渉に及んだ。前出のフランス人医師たちはいずれも母国に帰ると、コレージュド・フランスでアラビア語を教え、また、サード・アッサ、モロッコとの外交に携わった。アフマド・マンスール・ザ・ファビその人はイスラム学に通じ、 書を読むこと、書くこと、自然科学を愛好者であった。神秘主義思想家の書いたものを鑑定することができ、学術的な議論を好んだとされる。アフマドが書いた1601年5月1日付の手紙では、新世界にモロッコ人の植民地を作る野望について書いている。また、彼によれば、新大陸ではイスラームが広く信仰されるようになり、 太陽を挟んだ両岸からマフリが現れるはずであった。損害帝国への侵攻後のサード朝モロッコの支配領域マンスールが地政の初期に手にしていた豊富な資金は、宮殿及び外区の整備のほか、軍事費、多岐にわたる、重宝活動、王家の華ビな暮らし、スルタンへの同調者を増やすための宣伝活動に、莫大な出費がなされ、最終的に尽きてしまった。 対ヨーロッパ赤字を解消するため、マンスールは、金の獲得を目的とした損害帝国とのトランスサハラ貿易にのめり込まざるを得なかった。当時、サハラを越えたサヘル地帯には、損害とボルヌという二つの国家が栄えていた。アスキアーサ、ガオ帝国は、ニジェールガーダイ湾局部の東部の交易都市がガオを、首都として、15世紀初めから16世紀末にかけて、 膨張した王国の一つである。ボルヌ帝国は、チャド湖周辺に広がる王国である。二国とも、金、塩、コーラの実、麺織物などを商品とする交易網を支配する王国であった。ボルヌは損害に対抗する政治的意図に基づいて、マンスールに侵入し、モロッコによる西スーダーンの併合を要請した。1590年10月16日、アフマド・マンスールは、 損害帝国内で生じた内紛に乗じて4000人の兵を送って、サハラ砂漠を越えさせた。モロッコ兵を率いたのはスペインからの転校者、ジューザルバーシャーである。損害王アスキアイスハーク2世は4万人の兵で、これを迎え撃った。しかし、損害兵は、銃や大砲で武装したモロッコ兵の下記の威力の前に、破れた。モロッコ兵は進軍して、トンブクトやジェネを、 包囲制圧した。さらに、損害帝国の首都であるがおまでをもう落とし入れた。しかし、サハラ砂漠を越えて、領土を維持するのは補給の面で難しく、サード町による日スーダーン支配は、遅くとも1620年には終わった。損害帝国は、信仰によりもたらされた損害により崩壊した。バディー宮殿とマラケシュの街並み、アドリアンマタムが1640年、 アフマド・マンスールは1603年に薬病で亡くなり、後継を二人の息子が争った。兄の財団ナーシルブン・アフマドはマラケシュを本拠地とし、弟のアブ・ファーリス・アブ・ドゥッターはファースを本拠地としたが、弟の権力基盤は弱く、権力を及ぼすことのできる範囲は地元周辺に限定された。アフマド・マンスールはマラケシュにあるサード・王家の墓地に埋葬された。 アフマド・マンスールの外交は、オスマン帝国のスルターンが付け入る隙を与えず、モロッコの独立を保った。国同士の力関係を利用するのに巧みで、オスマン人とヨーロッパ人を互いに競わせた。しかしながら、華麗に伴う過ちを繰り返し、収入以上に金を使った。問題を解決するために他国を侵略して、収入を増やそうとしたが、これは過去に、 多くの犠牲者も陥った過ちである。損害帝国への侵攻は、最初のうちこそ成功したが、時が経つにつれ征服地の民を制御しきれなくなり、サード町の国力は衰え、威信は失墜した。ありがとうございます。